皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。そしてパワーリフターの牛こと牛山京太です。お願いします。今回はディップス、はい、ということで今日お伝えするのはベンチプレスを強くするためのディップスっていうことで、僕は加重して結構高重量でやるんですよ。ディップスは結構攻めたディップスをするんですけど、ディップスでよく肩を痛めるっていう人いるじゃないですか。でも自分的にはディップスで肩を痛めてるようじゃダメだよねっていう、なんかそういう結構考え方を持ってる人で、まあ、しっかり肩に優しいディップスができることでベンチでもしっかり肩の関節下げて肩に負担のかからないベンチっていうところにもつながってくるんで、はいはい、あえて高重量でやっても肩にストレスのかからないディップス、そういったディップスを目指しています。そこでこれかなりやってるんで、もちろんね、筋力強化、大胸筋、下部強化、三頭筋強化、そういったところにもつながってくると思います。僕のディップスは胸を使う、三頭を使う、特に意識しないです。とにかく高重量を持ってもうぶち上げる、まあ、そんな感じのディップスなんで結構面白くいけるかなと思います。じゃあ早速行きたいと思います。でディップス、僕はすごく大切にしていることはやっぱりしっかり肩を加勢するってことですね。肩甲骨を加勢だったり、この動き、この制御がすごく大事だと思ってます。たまにディップスやろうとして、そもそもこの動きができない方って結構いると思うんですよ。これはまだディップスをやるべきではないかなっていうふうに思います。そういう方、もしくは他のジムとかでは補助台みたいな、あるディップスわかります、はい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 、こうやって台みたいな補助があってできるみたいな、そういうのだったらやるのありかなと思うんですけど、基本的にやっぱりまずはこの動きがあってこそのディップスかなっていうふうには思ってます。この姿勢が取り続けられた中で落ちていく。ここからスタートしたらもうどう頑張っても肩痛むんで、はいはい、まあもう無理なんですよねっていう。で逆に言えばここをキープできない人はまだディップスをやるとそれは痛くなるよねっていう、僕的にはそう思うかな。なるほど。やっぱりもう腱鎖関節とか、まあ、そういうと擦れ合っちゃうんで、まあインピンジメントになるよねっていうような感じだと思うんですよね。まずはこの動きをできてるっていうことを確認してくださいっていうところで肩を下げる、まあ1ポイント目ですね。で次2ポイント目ですね。よくディップスやるときに結構こうやって反って、あ、はい、こうやってやる方いるんですけど、悪くはないのかなとは思うんですけど、自分は結構腹筋とかちょっと力入れとくんですよね。体幹部の安定性をしっかり増した中で行えた方が結構深くいけるんですよね。こういうディップスだと、まあ胸とか使う感覚はあるかもしれないですけど、多分これ以上深くいった時にもう肩前に出るしかないんですよ。体幹部がやっぱ安定しないんで、はいはいはい、うまくその重さを受けれないというか、だからより僕みたいな高重量を持っていきたいっていうディップスはやっぱりお腹もしっかり締めて、背中お腹しっかり締める、こう締めた中で、まあ膝どっちもいいです、これでもこれでも、ただこういうボトムポジションに来るべきかなと思います。でボトムポジションで体の前傾が自然と入るみたいなイメージ。ディップスって一応ディップスの競技もあるんですよ。実は確かストリートリフティングって言って、荷重の懸垂とか荷重のディップスとか競う競技があるんですよ。日本ではあんま開催されてないかもしれないですけど、はいはい、でそういう人どうやってディップスやってるかっていうと、みんなこうやってやってるんですよ。こうやって、みたいな、こんな感じです。だから一番要はボトムで力が受け入れるフォームってここなんですよ。これなんですよ。こうじゃないですよ。なるほど。これはもう抜けます。抜けるってことは結果として肩前に出るんで痛めるんですよ、はいはいはい、だからお腹をしっかり締めて下げていくっていうこと、締めて下げていって肩にストレスがかからないところでボトムを迎えるっていうことですね。あとはベンチと同じくここの小子宮で受け続けて動作をするっていうことが、まあ最後のポイントですかね。ここでしっかり受けることで、この尺骨から上腕骨、肩甲骨、その辺でうまくこの背面のラインでつながってくるので動作はしやすいかなと思います。なるほど。まあ、結果としてこういった、こういったフォームになっていくかなと思います。はいはい、もうじゃあ胸トレではもうとにかくここは大切、ね。そうですね。ここに乗せて操るってことは非常に大切かと思います。はい、プレス系は全部そうだと思います。僕もディープスやってみます。はい、行きましょう。まずはしっかり下げた姿勢をキープ。あえて挙上稼いきましょう。そう。二。もっと下げる、もっと下げる。よ、いいですよ。はい、OK、OK。で、お腹、これでお腹締めたまま、そうそうそう。そう、この姿勢。おー、はいはいはい。お腹締めたまま、そうそう、この姿勢がディップスの始まりです。
もう腹筋に力入れてるからブルブル震えますもんね。上でブルブル震えますもんね、はい、で多くの人がやっぱりお腹抜けてこのポジションからディップスタートしてるんですよ。はいはいはい、腹筋だったり肋骨だったりの締めて下げていく、締めたまま下げていく中で自然と前傾が入ってっていうイメージ。なるほど、まあ、膝を曲げても伸ばしてもやりやすい方でいいです。はい、ただこのお腹は締めたまま下げていく。 OK です。はい、やってみます。お願いします。このまま、そうそう、肩を稼いで、そうそう、締め、逃がさない逃がさない逃がさない、そうそう、1、ナイス、うまいです、そんな感じ。2、締めを締め続ける。はい、3、自然と前傾は出てきていいですよ。3、はい、4、はい、はい、あ、なるほど、そうそう、肩は常に下げ続けるイメージで、そう、スタートまで下げておく、そう、6、はい、8、下げ続ける、はい、9、ラスト、ごめんなさい、あと2回だった、はい、ラスト、5、さあ、締める締める、そう、肩下げる下げる下げる、正式、ナイス、ゴー、オッケー、これはいいです。なんかその、深いとこまで行っても肩が詰まる感じってあんまりなくないですか？ここ逃がせる感じ？隙間開けて逃がせる感じ？こっちに全く来ないです、はいはいはい、疲れてくると大体ディップスっていつももう何をやってるのか、とにかく回数やろみたいな、はいはいはい、マインドなんですけど、はい、後半になるにつれてこの辺がじゅわーってきてる感じが、ね、はいはい、いいっすねこれ、はい、でちゃんと多分やっていけば高重量も扱えると思います。これ荷重できたらでも下部めっちゃ強くなりますよね。なると思います。普段はこれで大体60キロとか荷重してやってます。 60荷重して10回とかですね。ご自身の体重をプラスすると100キロ超えてるわけですよね。100キロ、はい、130かぐらいですね。リクラインベンチをやるとかとはまた訳が違いますからねそうですね。僕普通にボディメイク観点でも良いなと思いながら受けてたんで、はい、あります。もうボディメイクをするにしても怪我をしてしまったら元も子もないですし、はいはい、しっかりあのフォームでやることで大胸筋でしっかりと拾ってるので重量を、はい、うん、もうパワーだけじゃなくボディメイクの観点でもかなりいい種目やなっていう風に感じたので、ありがとうございます。やっぱこれをやることによって重量を扱えるようにもなっていくっていうことなので、うん、男といえばやっぱ重い重量を持ちたいっていう気持ちもあると思うんで、はい、ぜひぜひ参考にしてほしいなと思います。またよかったらいいね、チャンネル登録、そして概要欄にですね牛さんのアカウント載せておきますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックお願いいたします。質問等あればコメントにお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。